91年のシートを巡りまして、いろいろと言われておりました鈴木亜久里選手なんですが、まあ、ベネトンに行くんではないかとかいろいろ言われておりましたが、結局エスポラルース残留が決定したようです。本人の意見などもここで聞いてみたいと思います。どうぞ。亜久里選手、記者懇親会という形でラルース監督とともにフジテレビを訪れて残留決定の経緯を語っております。基本的に自分の気持ちというのは、ラルースのチームと91年やるってことに関しては話をしてましたので、それに関して動く気持ちっていうのは、あったけれどもできないという状況もありました。でもまあ、自分で決めてたことでね、91年は間違いなくラルースとやるってことは決めてたことで、今の時点ではすごくいい形でラルースのチームと91年戦っていきたいと思っています。Je suis persuadé qu'avec nous, il va encore faire de beaucoup de résultats, qu'il doit encore acquérir de l'expérience de pilote de Formule 1. Et mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir l'amener encore plus loin dans les résultats et si possible, lui faire gagner un Grand Prix le plus vite possible.